さあ大きな声も響いてまいりました。まずは月曜深夜2時13分黒ナダルより安田大サーカスのクロちゃんさん、コロコロチキチキペッパーズのナダルさんです。はい、なんとなんと逆走、おっとおっと、ナダルさん、ナダルさん、黒ナダルのお二人です。さあ続いてまいりましょう。火曜深夜2時13分、新しい学校のリーダーズの課外授業より、新しい学校のリーダーズ、みじゅさん、りんさん、鈴鹿さん、かのんさんです。いつものこの騎馬戦スタイルで登場してくださいました。テレビ朝日のアトリウムに初登場、ありがとうございます。さあ続きまして、水曜深夜2時30分夫が寝た後に、より藤本美希さんです。はい、クロちゃんからのミキティもいただいております、ありがとうございます。さあ続いて、木曜深夜2時30分研修テレビより、諸村武蔵アナウンサーです。テレビ朝日の新人アナウンサーです。はい、さあそして続いては木曜深夜2時47分目指せ切り出し職人から、新内舞さんです。はい、ありがとうございます。水曜のですね、深夜2時13分岩倉誠也警備保障にご出演、してくださいます、蛙亭の岩倉さんと霜降り明星誠也さんは本日は来いや、欠席となります。来いや二人、忙しいアピール、世界で活躍する新しい学校のリーダーズから、では代表して鈴鹿さん、はい、まずはちょっとご挨拶から、はい、スタンドアップ、ご覧の皆様どうも、個性や自由ではみ出していく、はみ出していく新しい学校のリーダーズです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。我々はバラバラ大作戦新しい学校のリーダーズの課外授業でやらせていただきます。こちらは、我々のなんて言うんですかね、課外授業、何やったっけ。みんなもうペース乱しますよ。課外授業っていうな、はい、タイトルは決まったんですけど、実は内容は全然決まってない。内容は決まってないです。勢いがあるからね。夫が寝た後に藤本さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、いたします。はい、はい、すごい。夫が寝た後にという番組をですね、横澤なっちゃんと、うん、はい、ご一緒させていただくということなんですけれども、もう本当にママがこんなに地上波で文句を言っていい時が来るんだっていうことですよ。でも早く、あ、これはもうめっちゃ文句言う番組だ。めっちゃ文句言う、ずっと文句言う。嫌な番組やな。夫が寝た後に文句言う、はい、もう日本全国のママたちと、はい、うん、まあ、主婦の方たちとね、一緒にタッグを組む気持ちで文句を言っていきたいと思います。だから早めに旦那を寝かしつけて、はい、テレビの前に集合してほしいですね。怖っ、怖い番組がすごいな。研修テレビから新人アナウンサーです。諸村武蔵アナウンサー、お願いいたします。お、新人、はい、新人、新人、緊張してる新人、頑張れ新人、テレビ朝日、ちょっと待ってよ。申し訳ないです。ちょっと待ってよ、すいません、かぶってしまって。それは私も守ってあげるよ。いやいや、もう怒られるからやめとこう、やめとこう。どうぞ。いや、もうまさに今のような対応にアナウンサーまだまだ対応できてません。そんな真面目にせんでいいのよ。クレーマーじゃないから、ながらクレーマーじゃないから。そんな真面目にされたら、あと それで言うと結構難度高めだから。難度高め、難しい、だいぶ。すみません、まだ僕半年も経っていないので、すみません、わかりません。若輩者です、すみません。このようにバラエティの対応を、まあ、練習していく、極めていくための、こちら研修テレビでございます。若手のテレビ朝日の若手のアナウンサーと若手の芸人さんと一緒にちょっとバラエティの能力を高めていこうと、うん、そういった番組でございます、研修テレビ、ケンテレで覚えてください。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあでは続いて、目指せ切り出し職人から、新内舞さん、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。新内舞と申します。登場。こちらの番組はですね、最近、はい、TikTok や YouTube ショートって短めの動画が流行ってるじゃないですか。うん、なのでそのテレビ朝日の番組を題材にして、クリエイターさんに約30秒の動画を作ってもらいまして、そのクリエイターさん独自のなんか編集技術とかアイデアを一緒に見ながら深掘りしていく番組となっております。よろしくお願いします。これもまた時代に沿ってますね。はい、